はい、どうもこんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にある龍ハリキュー整体院院長の笹原健太です。本日は膝の痛みをこのテニスボールで解消する方法ですねについてお伝えの方をしていきます。で、今日なぜこの話をするのかというと、結構このテニスボールって非常に使いやすいですね。硬さとかがちょうどよくて、これで刺激することによって筋肉の緊張をとって痛みを軽減できるケースが多いんですね。なので今日は膝の痛みに対して緩めてほしい筋肉ですねに対してのテニスボールを使ったやり方について詳しく動画でお伝えの方をしていきます。はい、でまずやり方をお伝えする前に、テニスボールで緩めてほしい筋肉っていうのが大きく3つあります。この3つの筋肉を緩めることで膝の痛みっていうのは解消されるケースが多いです。で、まず1つ目の筋肉がこの太ももの前、大腿四頭筋って言います。大腿四頭筋っていうのはこの股関節の付け根からこの前側を内、真ん中、外と、あとこの奥にあるんですけども、その4つの筋肉が重なり合って大腿四頭筋と言います。その筋肉をまず緩めてあげるのが一つですね。で、次2つ目がこの股関節の前で足を上げる筋肉の腸腰筋という筋肉ですね。で、腸腰筋っていうのは腰、背骨の横の際からなので、このすごい奥の方から始まってるんですね。なのでこの体幹の部分では腸腰筋っていうのは触れれないですけども、この付け根の部分、股関節の付け根の部分っていうのは腸腰筋が前に出てきています。なのでここを刺激してあげることで腸腰筋っていう筋肉を緩めることができます。これが2つ目の筋肉ですね。で、最後が膝の裏の膝下腱という筋肉、この筋肉も緩めてあげることで膝裏の痛みであったりとか、あと膝の動きっていうのを改善することができます。なのでこの3つの筋肉の緩め方をこちらのテニスボールを使ってお伝えの方をしていきます。まずは太ももの大腿四頭筋の筋肉ですね。これは内側と外側と分けて実践の方をしていきます。まず始める場所ですけども、この膝のお皿の上の部分ですね、上の部分にテニスボールを置いてください。で、この状態で痛気持ちいいぐらいのとこまでぐーっと圧をかけていきます。で、圧をかけた状態で内側に倒します。で、戻す、で、倒す、戻す、これを6往復します。4、5、6ですね。で、6往復できたらテニスボール1個分ぐらい上にずらしてまた圧をかける。これでまた横に6往復ずらしていきます。で、内側にずらしてください。で、この時にゴリゴリってしたくなるんですけども、これすることによって逆に筋肉を固めてしまうリスクがあるので、横にずらすぐらいですねにしておいてください。で、また上に移動ですね。これを上まで行ってももの付け根まで行きます。3、4、5、6ですね。で、これが上まで行ったら次また戻っていただいて、次は押して外にずらすですね。1、2、3、4、5、6、これも同じ要領ですね。で、膝の内が痛いんですけど外もせなあかんのですかって質問結構いただくんですけども、外側の筋肉が張ることで実は内の痛みを出してるケースって非常に多いんですね。なので内だけじゃなくて外側もしっかり6往復行うようにしてくださいですね。これも付け根までしっかりといってください。これで太ももの筋肉の緊張を取る、いうとテニスボールでの方法が終わりですね。で、次が腸腰筋という筋肉ですね。で、これはどうするかというと、体をやや後ろに倒します。
後ろに倒していただいて、この骨盤の前の横のところに出っ張りがあります。この出っ張りの内より内側にぐーっと圧をかけて、このまま次は縦方向1、2、3、4、5、6と縦方向に圧をかけながら上下の運動ですねを6回行っていきます。これも内側にテニスボールをずらしながらしていきますね。で、このうちの股の際までしっかりと行うようにしてください。これできたら反対もですね、体をやや後ろに倒して前の出っ張りの内側から上下にですね、で、これここの筋肉っていうのは腰痛にも関係する筋肉ですので、腰痛の方もぜひこちらの方を実践していただければなと思います。はい、これが腸腰筋の緊張を取るテニスボールでの方法ですね。で、腸腰筋っていうのは膝じゃなくてね、こんなとこで何に影響あるのかなと思うかもしれないですけども、膝が曲げにくい要因になっている可能性で高いです。なので膝が曲げにくくなって痛みが出てる方っていうのは腸腰筋も絶対硬くなってますので、こちらの方は絶対に実践するようにしてください。はい、では最後3つ目の筋肉の四髂筋ですね。ここを緩める方法はちょっとベッドの上でやります。ベッドの上で上向きに寝ていただいて、で、テニスボールですね、テニスボールを挟みます。ぐーっとで、痛気持ちいいところまでぐーっと挟んでください。で、こちらの膝は基本的には伸ばしておいていただきたいんですけども、これによって例えば腰とか膝に痛みが出る場合っていうのは曲げておいていただいて結構です。で、こちらの膝を曲げたままぐーっと自分の方向に引き寄せていきます。で、こうすると結構痛気持ちよく感じるんですね。そのところで止めてください。止めたまま20秒キープしてください。この時に息は自然の呼吸ですね、息を止めないようにしていただいて、で、こうぐいぐい反動をつけるのではなくて痛気持ちいいところで止める、それで20数えるようにしてくださいですね。左終わった次反対もしてください。で、これは痛い側だけするのではなくて痛くない方も必ずしておいてください。というのも膝が痛い時っていうのは逆側の膝でかばってることが多いので、なので痛い側の膝が緩んだら逆側の膝の痛みが目立つってことも多いにあります。なので左右均等にですね、だから20秒間で終わったらもう一度、これを2セットほど行うようにしてください。で、これで以上になりますね。で、この3つの、テニスボールでのストレッチ法ですねを実践することで膝周りの筋肉の緊張が取れて痛みが軽減するケースが非常に多いです。なのでぜひこの動画を参考にして実践して、あなたの膝の痛み解消につなげていただければなと思います。はい、では以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。